She's a Mystery to Me は今週29位でした。さてポール・シンプソンとアディーバは今週5位上がって24位。曲はミュージカルフリーダム、こちらでございます。ポール・シンプソンとアディーバのミュージカルフリーダムでした。彼女のドレス良かったですよね。さて次はブラダー・ビヨンドですが、彼らはホイットニー・ヒューストンと一緒に曲作りをしている最中だとか、どんなものができるか楽しみですね。さあ2度目のことですが、今回うまくいくでしょうか。彼らの曲をご覧ください。Can you keep a secret? I'll give you love any kind.
ブラザービヨンドの Can You Keep a Secret 再びリリースで今週23位に入ってきました。さあ次はインネクセス、また LP キックからのシングルが20位へ入りました。さて30位から21位までのチャートをチェックアウト。まずは30位はマイケル・ジャクソンの Leave Me Alone、 8ランクダウンしました。そしてロイ・オービソンの Season History to Me は29位にニューエントリーです。そしてローチフォードのファミリーマンは1ランクダウン、28位となりました。さあニューオーダーですが、ラウンド&ラウンドも1ランク下がって今週は27位です。バナナラマとラナナニヌスのヘルプは今週26位となりました。さあ美しいサム・ブラウンさんのストップは25位へダウンしております。そしてポール・シンプソンフューチャリングアディーバのミュージカルフリーダムは24位へ入ってまいりました。ブラザービヨンドの Can You Keep a Secret 23位になんと見事ニューエントリーですね。そしてシャネルのワンマンは22位です。アリソン・ウィリアムスのスリープトークは21位となりました。さあマット・ジョンソンはいつも作曲をするとき暗い部屋でろうそくに囲まれてネックレスだけつけてやるそうです。これも同じ書き方をしたんでしょうか、どうでしょうね。Don't know me. どうぞ。All the things that we've been through, you should understand me.Like I understand you. Now girl, I know the difference between right and wrong. I ain't gonna do nothing to break up our happy home. Oh, I don't get so excited when I come home a little late at night, 'cause we only act like childrenWhen we argue, fuss and fight. If you don't know me by now, if you don't know me, you will never, never, never know me. No, you won't. If you don't know me by now, you will never, never, never know me.Woman, you got yours too. Just trust in me like I trust in you. As long as we've been together, it should be so easy to do. Just get yourself together. Oh, we might as well say goodbye. What good is a love affair?When you can't see eye to eye. If you don't know me by now, if you don't know me, you will never, never, never know me. No, you won't. If you don't know me by now, you Simply Red, If You Don't Know Me By Now でした。いいですね。さて今週のホットショットを紹介する時間、もうすぐチャート上がってくるだろうと思われる曲3曲、ゼンジェリコの What Does It Take、 そして5 Star Every Heartbeat、 そしてブローモンキーズで This Is Your Life のリミックス。You keep saying you're doing your best. Still, I need you.
ゼンジェリコ What Does It Take、 ギターを弾いているのはご存知ベリンダ・カーライルでした。以上3曲のホットショットはもうすぐチャートインに入ってくることと思います。さて次は15位にニューエントリーのトランスビジョンバンプの Baby I Don't Care。トランスミジョンバンプは15位でニューエントリーでした。さて20位から11位はどうなってるんですよ。さてインデクセスのミスティファイは今週20位でした。ニューエントリーでしたね。そして19位なんですがザザのザ・ビーティン・ジェネレーション、こちらの方は初めてのビデオクリップでした。そしてシンプリレッドの If You Don't Know Me By Now はニューエントリーで18位です。さあ17位はレイノルズ・ガールズの I'd Rather Jack でした。さあグロリア・エステファンの Can't Stay Away From You は今週16位となっております。そして15位へ入門するしたのはトランスビジョンバンプの Baby I Don't Care、 可愛かったですね。ファズボックスの International Rescue は今週14位となっています。さあ13位なんですがカルトの Fire Woman、 そして今週12位は Cold Cut Featuring Lisa Stanfield の People Hold On、そして11位はホリー・ジョンソンのラブトレインに続くシングルアメリカナウスです。さあカルトのファイアウーマンは今週6ランク上がりました。この曲はこのままトップまで行くでしょうか。どうでしょうね皆さん。
People Hold On。コールドカットフューチャリングリサ・スタンスフィールドの People Hold On でした。さあ次はホリー・ジョンソンのアメリカのラブトレインに続く素晴らしいフォローアップシングル、今週19位から11位へと上がりました。ホリー・ジョンソンのアメリカのスでした。さて次は私の元同僚だったパッツとシャープがミック・ブラウンとミックスしてゴンザレスの10年前のヒット I haven't stopped dancing yet を歌っております。こちらをご覧ください。
ンドミークの I haven't stopped dancing yet でした。彼らは今ダンスを教えているそうです。さて次はバングスですが、この曲はアメリカでナンバーワンまでチャートアップしました。エターナルフレームまず10位です。こちらの方はもうおなじみボビーブラウン Don't be cruel ワンランクアップしております。さあ9位なんですが、先ほどのミッキーパートナー I haven't stopped dancing yet。そして8位はガンズ・ロードのパラダイス・シティ、もうちょっと粘ってほしかったですね。さあ7位のコンキャーの I beg your pardon 同じ順位、私は早くこれを見たい。そして6位はソウル・トゥ・ソウルの Keep on Moving、 こちらの方アメリカでもかなりチャートアップ。5位の方はドナ・サマーの This Time I Know It's For Real、 はい、ストック・エイドキンさんのプロデュースですね。4位はバングルスの先ほどお送りしましたエターナル・フレームでした。さあ3位はと言いますと、ジェイソン・ドノバンの Too Many Broken Hearts、 ちょっとジェイソン君も元気がないようです。さあそして2位のポーラ・アブドーのストレートアップは変わらず、来週1位になるのはポーラでしょうか、それともジェイソンでしょうか、ということでですね、来週もまたチャートアタックをご覧になれば分かりますが、まあ今週はこの曲でお別れです。ナンバーワンになって3週目のマドンナ、今ロングを呼んでいるこのビデオでお別れです。はい。